リスナーのあなたに参加していただく大喜利コーナー少子が採点点略して焦点紹介したものには少子さんが5段階で採点します下から波1点梅2点竹3点松4点そして3階松は5点ですでは今日のお題です今日6月23日はオリンピックの日1894年のこの日 IOC 国際オリンピック委員会がパリで創立されました そこで皆さんも新しいオリンピックの種目を考えてみてくださいまずどんな競技かを言ってから水木さんが「競技名は?」と言いますのでその名前を教えてくださいではご紹介してまいります、はい、えまずこちらは熊本県からいただきました20代の男性いっちゃんさんです「ぶら下がっているパンツを口を使って取ります」「競技名はパンツ食い競争」<laughs> <laughs> だろうなとは思ったけどでもやっぱりなますこんなに素直に来られたら <laughs> <laughs> こんなに素直に思った通りにされても。<laughs> いでオリンピック目指して世界のアスリートたちがパンツ食い競争の予選をしてる様がおかしいよねまたあのこう国ごとにパンツの色とか形が違ったりしながらね竹差し上げます続きまして、はいえー、カルボンさんは長崎県の方ですアイススケート選手が滑るのを隣でサポートするスポーツです競技名は アイススケット。な難しいよね。どうサポートするんだろうね隣でね。ね。はい。もう一つあります。はい。一人者同士の殴り合いです。競技名は？ドクシング。ボクシングボクシングね。はい。これも竹を差し上げておきましょう。はい。続きまして糸島ポップさんです。 すごく美味しい馬かぼうと、すごくまずい馬かぼうを振り回します。競技名は女子体操、段違い馬かぼう。段違い平行棒。<laughs> 段違い馬っぽい。うま,う,うまいのとまずい。<ー>この味がまた段違いに違うのよ。同じ馬かぼうでもね。なるほどね。 もう一つありますよ「はい、お使いにやらされたおばあさんをおんぶしてどのぐらい飛べるかを競います」「競技名はパシリババ跳び」ね大体「お使いにやらされたおばあさん」ってねえ入い、ね <laughs> ねはい、じゃって差し上げましょう 段違いよねブラック坂48さんです名人、はい、ね陸上も水泳みたいに走り方で種目を作ってもいいと思うんですよ競技名は 100m 金ちゃん走りまあ確かにねあの <laughs>、うん、あもう一つあります1日じゃ終わりません競技名は5 0キロ散歩 <laughs> 50キロ50キロ散歩競歩だからさもう脅威の速さで行くけどさ、うん、ですよね50キロ散歩されてもね <laughs> それを散歩だからさあの途中さ、うん、こう花をめでたりさそう休憩したりね瓦でこう空気吸ったりさ <laughs> そりゃ1日じゃ終わらないわ。そうだよね <laughs> 50キロ散歩面白いねはいえーじゃあこれも竹差し上げましょうかねはいはい続きまして行きますよこちらですえー、こちらはおびきゅうさんは東京都の方経営難の企業が生き残りをかけます競技名は自転車操業です。<laughs> <laughs> 会場に来れないだろう <laughs> 社長 <laughs> パリオリンピックへ渡航するお金がないっつうよ <laughs> すいません今度パリオリンピックなん言って銀行に頭下げてさ <laughs> 信用銀行に頭下げてすいません <laughs> お願いします自転車操業 <laughs> ですね、はい、面白いねます、はいね、これはまっつ差し上げましょう <laughs>、えー、続きまして、えー、こちらは、えー、男性もむ大の塩さんです、はい、新しいオリンピック競技話の神み合わなさを競います

だよ。塩サバさん。わあ、ちょっともう感じが変。勘違い平 <laughs> どこまで行っても平行。いや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 。はい、松を差し上げます。いはいえー、こちらは <laughs>、えー、愛知県の綱渡伊哲也さんです。はい、両手から酸っぱい匂いがする競技です。競技名はテニス。<laughs> <laughs> テニ<リ>ス, <laughs> テ<リ>ス, <laughs> テ<リ>ス <laughs> くだらんねえ。 これ何の競技なのこれ。テニス。すで <laughs> にテニスはあるからさ。どニスどけ酸っぱいか。<laughs> 審判が。<laughs> 審判が。<laughs> こうこうかぎながらかぎながらこうこうかぎながら、うん、<laughs> ホートか言って何がホールトだよ。<laughs> 何がホールトのこの数は。<laughs> ねまあそういうとこは追求しない方がいいんでしょうけどボールガールの顔のところに持っていったら失格になったりなんかすんだよこれ大変だよそうですねはいこれテニスシンプルだけどちょっと思い出し笑いしそうですこれテニス思い出してくださいぜひ心がちょっと暗くなりかけてそうですね両方の 酸っぱい手を思い出していただければと思います。すはい、えー、続きまして。続きまして、競技は。あの、引っ張らないように。はい、立て直しましょう。立て直しますよ。はい、いいですか、えー。岐阜県の米とひき肉さんです。犯罪を犯してから、外国に逃げるスピードを競います。競技名は。もう高跳び。<laughs> 高ハハちょっと皆さんすごい <laughs> すごいねいやもう毎度毎度 <laughs> <laughs> 面白いんですけれども面白いねこれ今十分面白いけどもう一つあるから紹介しましょうねこの方はいえスポーツの中継を見ながら自分でもできると鷹をくくった人たちに現実を教える競技です競技名はチョロ ここんな俺でもでもきるっちょこれちょいいれと久しししぶり両方面白いね面白白差し上げましょう<ー>いやいやもうね。 3階松久しぶりでしいやーでももう最高のダジャレ <laughs> っていうかね, <laughs> ねあー面白かったわ、ね、えー、っと「はい、ー南野しんちゃんさんは南区の方ボートレースの一つなんですがよく忘れられるんです競技名は?」えーっと「エイト」ってあのねあの競技名ですか。<laughs> ああそっかボートののははいいすいません南近くで呼んだだけちょっと待ってください私が私がパッと思い出せなかっただけでどううししまょさあ続きまして「どうしましょう」じゃない今まであれだけ受けてたのに「はっ」ってなったもんね今いやいや私が悪いの今の続きまして出がらし紋次郎さんはえっと筑後市の女性ですね 表情にある輪切りのイカに向かってストーンを滑らせる競技です競技名はイカーリングイカ,イカーリングイカーリングねカー、はい、イカーリング、はい、もう一つありますよ <laughs> はい船酔いしながらのヨットレースです競技名はヨットと。<laughs> <laughs> よっとーっと <laughs> <laughs> 俺世界の競技だったすごいよねこれ <laughs> ではこちらの会場からよっとーっとの模様を送りいたしますってう <laughs> もう実況アナウンサーにもちゃんとその辺はねよっとーっと世界中のアナウンサーがよっとーっとっていうさ。<laughs> 冴えてますね皆さんも。じゃあこれも松さん次第です。四点です。四点だったね。はい。はい。こちらはですねノラリンクラリンさんです。小倉みのみくの方。一本でもシワが残っていたら失格です。競技名はトライアイロン。トライアイロンね。うんきちとしないと。 竹させあげます、はいえー、続きましてはあこちらはこの間しんうちに昇進しましたのりぴおさんです握力を鍛えて指先はしなやかに競技名はうなぎつかみ競争 ね、<あ>これ難しいよねこれでも競技にするとねうなぎをさみんな同じものにしないといけないから難しいですよね同じものにしてるうちにだんだんうなぎが弱っていくからさ <laughs> 後の方が有利になっていね,ねそうですかもしれない <laughs> 竹を差し上げましょう <laughs> えーっともうちょっといけますかね、はい、こちらはえー、っとプーチン習近平 ゼレンスキーらを対象とする、人間が組んだ騎馬が戦います。競技名は。ワールド騎馬合戦。うん、なるほどね。もう、本当にいっそのこと、これで決めてほしいよね。そうですよね。でね。もう大役とから。それで、もね。なんか、そういう、強要しなくてさ。本当ですよね。もう一つあります。きゃお参加者が、みなため息をつきながら走ります。競技名は。 徒歩競争。徒 <laughs> 歩 <laughs> <ホ>競争。ね。じ、ね、ゃ、<laughs> これも竹を差し上げましょう。はい、えーはい、続きまして、まだいけるかな。行、うん、きましょう、行きましょう。はい、これはですね。<laughs> と、お、下関市黒井のやたっちさんです。尾ひれ、背びれをつけて、ロッククライミングをします。競技名は。 鮭の滝登り。<laughs> な、なんだこれ,これ。オリンピックの競技ってうなんかバラエティの <laughs> ゲームみたい。<laughs> 鮭の滝登り。<laughs> あーまあ、面白いっていうね「news 落語も、えー、2」も購入予定サイン会ありますかあ,ありますよ越月く日さい、ね、土曜日ぜひ下関市の方ですけどもね JR 博多駅のすぐもうそのまんま上がれますから、はい、お願いしますお待ちしていました、はい、じゃあ竹を差し上げましょうはい、えー、続きまして料理を並べたミニテーブルを抱えて走ります 競技名はスウェーデンリレー。スウェーデンですね。はい、もう一つあります。はい、はい。組織の下っ端を楽器ケースに入れます。競技名はパシリ高飛び。あ、これはゴーンさんが楽器ケースに入った高飛びよね。はい。もう高飛びの方が上だったねこれは。<laughs> す ね、うん、はい、えー、じゃあこう高飛びはみんな考えるんだけどね,ね,ねはいこれ竹差し上げておきますはい、はいえー、それではあこんなところかな今日はねあもう一つ田中ですはい、はい、遠くに飛んだ方が勝ちです競技名は左箭<線> <laughs> <laughs> 遠くに飛ばされた人の勝ちっていうねもうもう一つねはい。 一気にサクッと上げます。競技名は重量唐揚げ。<laughs> <laughs> どんだけ上げるんだよとにかげ <laughs> はい、じゃこれだけ差し上げておきましょう。はい、はい、えー、っとねあと他にねちょっとかぶった人たちがいるんですよね。ねまあ面白いんですけどまあこれはえー、っと特許管理人さんです。はい。プロレスラーを投げ飛ばします。競技名は砲丸投げ。 おーハルクガンを投げる投げるっていうことでこれねもう一人の方もね、はい、同じネタを持ってきてたんでんえっとあっ、えー、エロゴルファールサルさんも、えー、これ巨漢レスラーを投げますホーガン投げっていうが、うん、まああの読んだだけっつ <laughs>、はい、かぶってたんでねこれもう一つかぶってるんですけどこれはどっちも好きだったんですけどね、はい、ソフトタッチオさんとそれからかぶっちゃですけど愛知県の勝負パンツはブリーフさんです エッチしたことのない男性が矢を放ちます競技名はアーチェリーボーイ <laughs> アーチェリーボーイ僕は好きだと思うんですけど <laughs> どうもあのこのスタジオの外の女性人が微妙な顔をしておりましたディレクターは好きだと思っております <laughs> アーチェリーボーイアーチェリーボーイこれ読み方難しいねアーチェリーボーイ ああチェリーどっちなんだろうねはいすみません <laughs> 読んだだけにさせてください <laughs> らららということで、えーはい、今日もたくさんね、えー、ありがとうございましたありがとうございましたここで、えー、来週のお,お,お,お知らせというかお題ですね、はい、来週のお題は、えー、こちらです、えー、6月30日来週ですけども映画「インディ・ージョーンズ」が前作以来15年ぶりに公開されますそこでキーサイトリスナーの皆さんは まる以来何年ぶりだなぁと懐かしがってください水木さんが「そんなに久しぶりなの何が?」と聞くので答えてください例えばこんな感じで考えてみてくださいね「新婚以来30年ぶりだなぁ」「そんなに久しぶりなの何が?」 妻の手料理を食べるのがかわいそうね <laughs> 何にあったんだろうねこの三十年ぶりねえちゃんと一緒に暮らしてますよね, <laughs> ね再会してからかもしれないねごめんねいろいろあるんだね、うん、もう一つこんな感じああ夜ベッドに入って以来三年ぶりだなそんなに久しぶりなの何がああよく寝た <laughs> 3年でろ郎なんてありましたけどね <laughs> はい、はい、こんな感じで考えてみていただきたいと思いますえー、で来週からですね、はい、名人戦というのをやることになりましたそうなんですよね、はい 名人戦の、えー、やり方なんですけれども、はい 1> えー、第1回プレミアム名人戦というのを開催いたしまして、はい、毎月1回大体今あの最後の週の金曜日にやろうと思ってます、えー、ここではですね僕が独断と偏見で選んだ名人の大喜利の投稿で、うん、名人同士,名人同士で 1>, 1対1で戦って、えー、勝利は勝ちでした、はい、みたいなのをやりたいと思いますハイレベルなものをお願いしますも、うん、もちろんん名人さんでも あの普通のこの普通の時に読んでっていう人は、そっちでもいいですし、あるいはこの名人戦にぜひ挑戦したいという方は。名人戦のネタですと書いていてください,、はい。だから名人じゃなくても、ね。もちろん可能です。はい。名人の初心者の方も挑みたいと。うん、名人に挑みたいという方は、ぜひあのね、やってください、はい、ということで。えー、まあ、そういう方々の、何、投稿も。 歓迎しております、えー。その際はプレミアム名人戦エントリーとー記載しておいていただくと、もう自身の証ということになりますので、そでね、こっちで選ばせていただきますので、一つ、はい、そういうことでも楽しんでいただきたいと思います。はい、お待ちしていますよ。えー、そして、えー、投稿の方はメール、ファックス、金サイトのツイッター、インスタグラムでお待ちしています。メールは金アットマーク RKBR だった JP、ファックスは零九二八四四の八八四四です。 SNS の場合は漢字で金、カタカナでサイトと検索してください。たくさんの投稿お待ちしています。 RKB 毎日放送アナウンサーの田畑隆介です。橋本幸です。RKB ラジオ田畑隆介グローアップでは、気鋭のコメンテーター陣が日々のニュースをわかりやすく解説しているコーナーをポッドキャストで配信中です。ジャーナリスト鈴木哲夫さんによる政治、明治大学教授飯田康之さんは経済、長崎県立大学教授鳥丸悟さんは九州経済、毎日新聞論説委員本村幸子さんは科学、この他にも音楽プロデューサー松尾清さん、RKB 報道局の神戸金文解説委員長、日経 エネネルギーネクスト編集長山根紗友さんスポーツ文化評論家玉木正之さん元 RKB 解説委員長飯田和夫さんクリエイティブプロデューサー三好洸平さんが毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供していますアップルスポティファイアマゾングーグルの各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いしますまたリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑龍介グローアップを聞いてください毎週月曜から木曜朝6時半から9時まで放送中です